名人、クイーンとは、小倉百人一種を用いて、一般社団法人全日本カルタ協会が定めた、規則に則っ,って行う競技である競技カルタにおいて、男性の名人戦、女性のクイーン戦の予選を勝ち抜き、さらに前年の優勝者との対戦に勝利し、男女それぞれにおける、日本一となったものに与えられる称号である。毎年1月上旬に行われている、 名人くらいとクイーンを決める大会である。昨年に名人くらいとクイーンくらいの称号を獲得したものと予選を勝ち上がった挑戦者が対戦する。小倉百人一首の第一番歌を読んだ天智天皇を祀る大見神宮のある滋賀県大津市の大見神楽館にて行われる。競技には競技戦の内側が他と異なる色になっている特別な畳が用いられる。また、 各試合には審判が置かれ、選手に判断を委ねられた場合のみ判定を行う。大江神宮老門1955年から実施されている。毎年10月下旬に東西で A 級4段以上の男性を対象に東日本予選、西日本予選がトーナメント形式で実施される。11月に東日本予選、西日本予選の勝者が 挑戦者決定戦の3番勝負を行い、勝者が名人位決定戦の挑戦者となる。翌年1月に名人と挑戦者で、名人位決定戦の5番勝負を、大見神宮で行い、勝者が名人、敗者は準名人となる。1957年から実施されている。毎年10月下旬に、東西で A 級4段以上の女性を対象に、東日本予選。 西日本予選がトーナメント形式で実施される。11月に東日本予選、西日本予選の勝者が挑戦者決定戦の3番勝負を行い、勝者がクイーンに決定戦の挑戦者となる。翌年1月にクイーンと挑戦者でクイーンに決定戦の5番勝負を大海神宮で行い、勝者がクイーン、敗者は準クイーンとなる。以前は、 クイーンと称されたこともあったが、その後、クイーンに統一された。名人を連続5期あるいは通算7期務めた者には、衛星名人の称号が与えられる。クイーンを通算5期務めた者には、衛星クイーンの称号が与えられる。2016年1月9日現在の衛星名人、衛星クイーンは以下の通り、ありがとうございます。